Hi everyone, this is Toki. 今回は実際にあったスパイの活動、国対国の衝突、これについてお話ししてみたいと思います。時は第二次世界大戦真っ只中、1943年4月30日、朝9時30分、南スペインで漁を営む男性が海に奇妙なものを発見します。それはイギリス軍の軍服に身を包んだ男性の遺体だったのです。遺体はイギリス海兵隊に所属するウィリアム・マーティン少佐のものでした。アタッシュケースの中身に、手紙などがあり、そこには最もシークレットなもの、機密情報というような文面がありまして、このアタッシュケースが逃げないように、チェーンが通してあって、そのチェーンは彼のコートのベルトに通されてありました。彼のポケットの中には ID カードや劇場の半券、さらにホテルでのレシートなども入ってました。イギリス軍の軍人であり、その機密情報ということで、その時イギリスと敵対していたドイツが必死にそのアタッシュケースを奪いに来たんです。スペインは第二次世界大戦の時に中立の立場でした。しかしその実、少しだけドイツに寄っていたんですね。そしてその南スペインのあたりはドイツのスパイがたくさんいたそうです。それでイギリス軍にもちろんスペインは中立ですからイギリス大使館に報告しています。そしてイギリス軍に渡る前になんとドイツのスパイがそのアタッシュケースを入手しました。イギリス軍及び連合軍はシチリアに上陸するという情報が錯綜していたんですけれども、そのアタッシュケースの中に書かれた文面ではなんとシチリアではなくてギリシャとサルディーニャ島に行くと書かれてあったんです。いくらその機密文書と書かれたアタッシュケースの中にあった文としてもドイツとしてもすぐに鵜呑みにすることはできないので、そういったことを全部コピーしたりして入手してきちんとドイツの情報局に送っています。ドイツの情報局でそれが本物かどうかを調べました。そして結論はこれは本当だ、本物だとしたのです。それをヒトラーは信じました。そしてヒトラーの指示によりシチリアにあった兵隊たちをギリシャとかに送ったんです。そして兵隊が少なくなったシチリアをまんまとイギリス軍と連合軍は簡単に手に収めました。実はこの遺体もそして黒いアタッシュケースやその秘密情報もイギリス軍そしてスパイ、諜報部員たちが仕組んだヒトラーを騙すためのものだったんです。これをミンスミート作戦と呼びます。オペレーションミンスミート。ミンスミートというのはひき肉です。細切れの肉のことですね。嘘の情報を遺体とともに流す突拍子もない作戦ですけれども、実はこれもともとは007の作者が提案していたものだったそうです。007の作者はもともと軍人上がりで、彼がいた頃に提案しているうちの一つだったんですね。それが3、4年経った後、MI5 がそれを正式に採用しました。この作戦につきましては本が出てまして、ナチを欺いた死体、ベン・マッキンタイヤーという方が書いた本でございまして、この本に、詳しく載っております。この本によると遺体を選ぶのがとっても大変だったそうです。やはりこの軍には病院がありますので、病院には遺体安視所、検視なども行われますから、そこから見繕って遺体を一つ、仕立て上げて海に流すということをしようと思ったそうなんですが、なかなか難しいと。軍人にふさわしいこう年齢だったり、目立った傷がなく溺れたように見えるような遺体、そういう条件を全部満たした遺体が一体出てきました。それは1943年1月12日に死亡が宣告された当時34歳のイギリスのウェールズに住んでいたグリンドール・マイケルさんと言われています。諸説ありますが、こちらグリンドール・マイケルさんで間違いないのではないかという説が大きいですね。彼は独身でお金もなくそのまま亡くなっていきました。そして家族もいないんです。この場合家族がいないということは最大の条件でした。後で家族に訴えられたりすると大変なので、そういったところで身寄りもなくお金もなく死んでいった、自殺と言われてますけれども、ネズミを、退治する駆除する薬を自分で飲んでそして亡くなったと言われていて、それが肺炎を起こしてですね、
肺に水が溜まった状態だったそうなんですね。それが溺れて死んだように見えるということで、まあ、しかも34歳でいかにも軍人らしくってですね、そういうふうに決められた遺体だったんです。結局この方が亡くなったのが1月12日で、遺体としてスペインで発見されたのが4月30日。この3ヶ月、まあ、4ヶ月近く冷蔵保存してるんですね。もう今からそうですね、70年ほど前にこうやって遺体を保存できていたんだなと思うとびっくりしますけれども、 3,4 ヶ月遺体をですね、こう冷凍保存して、そのまんまこう軍服を着せて流してるわけです。しかもその着せる軍服は MI5 のスパイの人が毎日着て使い古したような感じにして遺体につけさせたと。そしてブーツも履かせるんですが、その時は足を解凍しないといけなかったそうですね。ブーツも履かせて遺体として流すんですけれども、この遺体に持たせる書類の中に彼自身がローマカトリックの信者だということを分かるようにしてあったそうです。スペインはですね、ローマカトリックの信者が多くて有名なんですね。するとその宗教的なことでそんなに細かい検視はしないんじゃないかというイギリス軍の読みが当たりまして、まあ、遺体として上がったんですが、詳しい検査はせずに埋葬されています。スペイン軍が正式にきちんと丁寧に埋葬してあげて、まあ、お墓もスペインにあるんですが、イギリスから観光できたお客さんたちがですね、よくそのお墓参りをしてるそうですね。遺体に持たせる写真としてはフィアンセの写真もあったそうです。その架空のフィアンセ、婚約者の女性は実際は MI5 に勤める女性だったそうです。遺体を特注した容器に入れてドライアイスを詰めてですね、それをイギリス海軍の潜水艦が運んでいます。ところが兵士たちには何も知らせずに艦長だけが知っていました。そして目的地に着きスペインで流すときに、その士官だけを集めて手短に、実は遺体があってこの遺体を海に流すという作戦なんだということを言って、みんなで丁寧にこう海に流したと。その時に賛美歌を歌い、神へ祈りを捧げて遺体をこう海に流してあげたということなんです。なぜこのミンスミートが公になったかと言いますと、これによく似た小説が出たようなんですね。するとイギリスでもしかしたらこれ本当の作戦だったんじゃないかと、いきなり噂がわーっと広まって、まあ、これはもう本当のことを言うことの方がいいだろうということで、これに関わった MI5 の当時のですね、 MI5 のスパイたちが、まあ、一人こう休んで、仕事を 2,3 日休んでわーっと書き上げた本から明らかになったんです。で、その本はベストセラーになりました。しかしまだまだその本当のことは言えない部分が多くてですね、今回今読んだこの本の中でその当時書ききれなかったことを補足して本に書きましたと、まあ、著者は言っています。まあ、このことを知った時はこんな突拍子もない作戦を大真面目にやるんだと思ってですね、スパイ活動もここまで来るともう本当に大変だなと思いましたね。騙し騙され、本当に遺体を用意して相手を騙すというですね、もうものすごい作戦が、まあ、実行されて成功したわけです。これは有名な作戦で映画化もされているようです。ミンスミート作戦。今回はこれについてお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。